スラスラスラー、スエチャンネルです。名古屋スイーツ才能査定ランキング。はい、ということでね、名古屋に行ってきて、またスイーツいろいろ食べてきました。今回は1回の動画では史上最多となります6店舗のスイーツをいただきました。6店舗ですよ。なかなかねヘビーな内容になっておりますけどもね、その6店舗を紹介していきましょう。6店舗のうち半分となります3店舗に関しては JR 名古屋高島屋のデパ地下のスイーツ屋さんでございます。まず1つ目は伊勢の名物赤福茶屋、そして2つ目がこの中津川の名物栗きんとんでおなじみすやでございます。そして3店舗目はフランスから名古屋にやってきましたミシェルブランさんでございます。はい、まあ、どれも名古屋から生まれたって感じのスイーツではないですけどもね。東京に一流スイーツは集まると言いますが、名古屋には名古屋でやっぱ一流のスイーツ集まってきてるんじゃないかと、そういうことでございますね。で次は名古屋駅からちょっと離れまして、いろんなところ行ってきました。まず名古屋を代表する繁華街というのは栄ですね。栄の錦の方面に行きますと和菓子の川口屋さんがありますね。ここが4店舗目で、次そこから東山線さらに行って池下にあります工房屋さんっていうねフルーツパーラーのお店でございます。そして最後もう一駅東山線に乗っていただきまして角王山ですね。新柴田さんネクストステージ行きましたけども、まあそのネクストステージ査定は今週金曜日にね別に動画を出します。それとは別に角王山を代表する和菓子と言いましたら、なんといっても吉芋ですね。前回は名鉄百貨店の吉芋に行きましたが、今回はちゃんと本店に行きましたからね。ちょっと遠いところなんですけどもね、っていう感じで計6件行きましたので、これをランキングみたいな感じで紹介していきたいと思います。では A ランク、 B ランク、 C ランクの分布見てみましょう。こちら A ランクが3件、 B ランクが3件。すみません、この企画 C ランクが出るのは相当なのでね、 C ランク出ないっていうところでまず皆さん一度安堵をしていただきたいと思います。A ランクと B ランクはちょうど3件ずつ出たっていうことでございますけども、じゃあまずは A ランク3位から見ていきましょう。参りましょう。 A ランク第3位は、赤福茶屋。第3位となりました赤福茶屋さん見てみましょう。どうぞ。 JR 名古屋高島屋にやってきました。 JR と名前がついておりますので、日本橋の高島屋とはちょっとノリが違います。そんな高島屋の地下1階に潜入。建物の中、しかも人も多かったのでカメラは回せませんでした。フロアマップを見ていけば余裕でつけるんじゃないかなと思います。さあこのお店はなかなかの行列ですよ。買って帰る分にはそこまで並ばないんですけども、中で食べる人は平日でも20分、休日だと1時間くらい覚悟しないといけないかもしれません。夏だと抹茶かき氷に赤福のお餅とあんが入った赤福氷を求める人も結構多いですね。回転は早い方ですが、かき氷食べてる人がいると遅くなりそうです。今回は定番の抹茶と赤福のセットを注文。これで500円安いと思いますよ。伊勢の定番お菓子赤福、良かった点は、まず餅がものすごく柔らかいですよね。これ時間が経つとどんどん硬くなってしまうので、つきたて出来たてだとやっぱいいですよね。であとあんこなんですけども、めちゃくちゃ甘ったるいってわけではないんですが、でも確かにあんこらしいっていうね、その感じはあるんですよね。控えめな甘さのあんこと柔らかいお餅っていう、このコントラストがものすごく受けてるんじゃないかと思うし、僕も好きな味っていうことになるわけですね。で、何点を挙げるとすれば、抹茶はもうちょっとクオリティのいいものをとかとも思ったんですけども、この値段でね、出すことを考えると、そんなことは野暮かもしれません。一番引っかかるのはやはり行列ですね。まあ赤福ってそういうもんだろうなとは思いつつも、やっぱもうちょっとサクって食べられるといいかなと思うので、まあ赤福一本に絞るか、もうちょっと席増やせないかとかね、そういうところもちょっと考えてみたりはするんですけども、でもやはり赤福の美味しさは確かでございました。
はい、ということで、さすが赤福のね、実力見せてもらいましたけども、さあ、残る5軒でございます。そういえば今回結構和菓子が多いですね。そう、実はね、月曜日にロケに行きましたんで、この百名店に入ってる名古屋の洋菓子ケーキ屋さんって、ことごとく月曜日がお休み。っていうことでございまして、ごめんなさい、和菓子多めなんですけども、じゃあ1個下見ていきましょうか。第4位を見ましょう。惜しくも B ランクとなりました。第4位は、工房屋。第4位となりました工房屋さん、詳細ご覧ください。どうぞ。 CH 地下鉄東山線池下駅千種区ってところにありまして、千種区役所の最寄り駅でございます。スーパーとかが入っているちょっとした商業施設が隣接しておりまして、この中に今回のお店があります。今見えてるところからエスカレーターに乗っていきましょう。1階ですね。エスカレーターを降りるとこんな感じの地図がありまして、これに従っていきますと、一見ただの果物屋さんに見えるここの奥にイートインがありまして、そこが今回のお店工房屋フルーツパーラーでございます。あくまでも果物屋さんの一角っていう感じなので席数はあまりありません。休日とかかき氷の季節は行列を覚悟してください。メニューは基本的にパフェ、マンゴーのパフェが今ありますかね。そのうち桃のパフェも出てきそう。桃のパフェの時も結構行列できるみたいなので気をつけてください。セオリー通りに行けばパフェになるのかなと思ったんですけども、フルーツパフェが1800円かな、マンゴーパフェだと2500円いきますので、今回ちょっとおとなしめに1500円のフルーツサラダを注文。フルーツ盛り合わせの実力を試してみたいと思います。目立つのはスイカとメロン。メロンは2種類ありますね。さらに柑橘系、いちご、ブルーベリーやデラウェア、そしてヨーグルトに隠れているのはパイナップルとバナナ、さらにミックスジュースも注文。果たしてどの点が良くなかったのか。はい、60点とはつきましたが、ちゃんとしたフルーツパーラーではもちろんあるんですよね。今回フルーツサラダね、実質フルーツ盛り合わせみたいな感じだったんですけども、いろんな種類の果物がある。でその中でもメロンは2種類のメロンが入っておりましたし、一つ一つのフルーツも1個で終わっちゃうとかじゃなくて、ちゃんと3切れくらいずつありましたんで、多くの種類のフルーツを満足いく量で食べられるっていうシステムはものすごく良かったかなと思いますし、ミックスジュースはあまり他のお店で変わるとかそんな感じではないと思いますんで、そちらもよくできていたかなとは思うんですけども、ただし僕の中で1個引っかかってしまったのはヨーグルトですね。このヨーグルトってプレーンヨーグルト、つまり甘さがないヨーグルトとなっております。僕たちってあんたが代表になるなとか思うんですけども、甘いヨーグルトに慣れてしまってるところがあるんですよね。だから甘さのないヨーグルトって食べると脳の中で違和感が支配するわけですよ。フルーツとヨーグルト一緒に食べても結局そのヨーグルトの甘さがないっていう違和感が支配しちゃって、フルーツの美味しさってところに目がいかなくなっちゃったのがちょっと難点ですね。それはあなたの頭がおかしいだけだって言われそうなんですけども、でもやっぱり日本人が普通好きそうなヨーグルト、甘いヨーグルトにしてもフルーツの甘さっていうところを邪魔するようなものにはならないと思うんですよね。だからここは甘めのヨーグルトでもいいんじゃないかなと思いました。であと、今回は控えめな点数にしておりますが、大きな理由としてフルーツパーラー行ったらパフェを食べなきゃですよね。前2軒行っておりますけども、どちらでもパフェ食べておりますからね。普通だったらパフェを行くべきかなとも思ったんで、このお店にはまたもう一回行きます。パフェ食べて、アイスがどうとか、このクリームはどうだとかね、そういう評価をしてこそ多分ちゃんとしたフルーツパーラーの評価になるかなと思いますんでね。名古屋に行く機会まだ僕あると信じておりますんでね、その際には行かせていただきたいと思います。はい、ということでございました。ついでにおまけに言っておくと、高島屋でのね爆買いを終えてだいぶ疲れたところでこのお店に行きましたんで、バイアスが余計にかかっちゃってるところはあるかなと思いますんで、これ本当にもう一回行かせていただければなと思います。はい、ということで残るは1位、2位、5位、6位ということでございますけども、どっち見ましょうか。いい方見たい、悪い方見たい。
いい方悪い方って言ったから、もう一回じゃあいい方悪い方を繰り返していきましょう。次は2位です。いきましょう。第2位は、ミシェル・ブラーン。実は言うと僕、上新って駅から、まあ、1キロくらい歩くんですけども、そこにあります本店には行ったことがあるんですが、なぜかそっちの方が百名店ではないというね、不思議なお店でございます。ちょっと見ていきましょう。どうぞ。普通のデパ地下のケーキ売り場なので、あまりうまく撮影ができませんでした。赤福茶屋から比較的近いところにあります。ミシェル・ブランのケーキを食べられるのは名古屋限定。もし持ち帰りがきついようであれば、上新の本店に行ってイートインで食べた方がいいかもしれません。ケーキの持ち帰り厳しい民の私は、マカロンと焼き菓子を注文しました。マカロンはちょっと毒々しい色合いしてますけど大丈夫でしょうか。僕がいただいたのは後ろの3つと前のピンクのやつですね。後ろのやつ左からメリッサ、スミレ、ショコラ、そしてピンクのやつはローズですね。メリッサとは、まあ、リコリス、日本語で言えば肝臓というものでございます。ちょっと独特な味がしますけども、ミシェル・ブランのスペシャリティみたいなものですね。そしてこちらがフィナンシェですね。基本的に焼き菓子はこういう小さめの粒が6個入っている形になっているものが多いです。そしてチョコレートをサブレで挟んだものでございます。ミシェル・ブランといえばチョコレートが有名ですね。バレンタインの時期であれば、名古屋以外いろんなところの百貨店で買うことができるミシェル・ブランのチョコレート、確かに美味しいんですよね。これらの商品良かったところは、マカロンがまずこれ独特ですよね。ミシェル・ブランさんの強みでありますビオレット、スミレとかローズとか、あとメリッサってやつですね。これをマカロンにしても皆さん美味しかったですね。スミレとかローズはでもちょっと印象に残りづらいところもありましたが、もう一回食べたら多分変わると思いますし、メリッサに関してはもうさすがですね。こんだけ個性がしっかり立ってるマカロンっていうのは本当に素晴らしいと思うし、あとショコラ、さすがチョコレートの美味しいお店とだけあって、ショコラも出来が非常に良かったですね。で、フィナンシェ。こちらはね、バターの香りがめちゃくちゃ目立つタイプのフィナンシェ。食感はふんわりって感じではなくてしっとりって感じですかね。ただし、なんで食べきりサイズを売ってないんだろうとは思うわけですよ。こういうね、ちっちゃい一粒一粒っていう感じにするのであれば、せめて二粒入り、三粒入りっていうのを作っていただくと、一人でも食べきれるサイズになるかなと思いますんで、まあ、一日ずつ食べりゃいいじゃないよって話でもあるんですけどもね、ちょっと小さめのお手頃サイズのものを欲しいなとは思ってしまいました。他の焼き菓子もみんなそうなんですよね。だからなかなか2、3種類まとめてガッて買うことができないっていうところはちょっと難点ですね。で、あとこれサブレ。なんかアルフォートみたいな気もするんですけども、それとは違いまして、チョコレートの量がものすごいんですよね。決して軽いチョコレートってわけではなくて、カカオの香りとかも非常に立つチョコレートでございまして、もう1個食べただけでものすごい満足感ですね。これなんか差し入れに持っていきたいサブレナンバーワンかもしれません。マジで美味しい。チョコレートぎっしりっていう感じのサブレですね。っていう風にやはりレベル高いですね、ミシェル・ブランは。まあ、またケーキを複数個食べると印象は変わってくるのかもしれないんですけども、名古屋だけじゃなくて普通に東京とか大阪とか全国各地の大都市にパティスリー出してほしいなと、デパ地下の一角でもいいから出してほしいなと思うレベルのね、お店でございました。はい、まあ何でもかんでも東京が中心だと思うと、やはり他の人たちは怒ると思いますんでね、あまり東京中心とか言わないようにしていきましょう。はい、ということで、いい方悪い方、いい方悪い方ですか。次5位ですね。5位を見ていきましょう。行きましょう。第5位は、キチイモ本店。あー、残念でしたね。キチイモ花火はこの一品だけで72点いきましたが、まあ、今回キチイモ花火は査定に入っていないってことらしいのでね、他の二品の査定がちょっと芳しくなかったようですけどもね、まあ、でも50点は超えておりますからね、間違いなくいいところはあるんじゃないかってことでございますね。まずは詳細をご覧ください。
角王山駅にやってきました。ちなみにこの辺なぜか人だかりができていました。おそらくバスツアーに参加する人たちの集まりだったのかなと思います。わかりにくいですが、ここを右に入っていきます。フランテとかいうスーパーマーケット、いろんな商業施設が入っているところなんですけども、ここを突き抜けないといけないらしい。まあ、Google マップで調べた道なのであれなんですけども、本当はちょっと避けた方がいいかもしれないと思ったら、ちょっと猫がいましたね。はい。まあ、とにかく南に下っていってください。住宅街をずっと歩いていきます。角王山ってついてるくらいだから、ちょっと高台みたいですね。結構距離ありますんで、ちょっと割愛させてください。こんな感じの幼稚園が見えてきたら、ちょっと分岐がありますので気をつけてください。こっち側に入ってまた道なりに進んでいきます。本当に遠いですね。1キロ近くあります。ようやく開けたところに出てきました。角王山の名前を一躍知らしめたのはフルーツ大福、そのお店もあるんですけども、今回はそこではありません。その隣の吉芋さんに行きます。駅から遠いにもかかわらず、休日ともなると20人くらい行列しますね。ここの芋けんぴ、吉芋花火がマツコの知らない世界で取り上げられたのも一つ大きなポイントかもしれません。名鉄百貨店にも支店がありますが、そちらは袋が有料でした。ただしこのお店は無料。以前もお話ししましたが、吉芋の商品の大半が本日中のお召し上がりってことでね、なかなかこれも厳しいスイーツなんですけども、帰りの新幹線であれば食べられそうってことで鬼まんじゅうを1個買いました。お芋を使った愛知県名物のもちっとしたまんじゅうですね。そして吉芋花火以外にも吉芋塩花火ってものがあります。マツコの知らない世界で半生食感と評された吉芋花火とは全然違いまして、しっかり固く仕上がっております。歯の弱い方は気をつけて。その代わり日持ちはだいぶしますので、これだとお土産にいいかもしれませんね。はい。いや、まあね、吉芋花火はものすごく素晴らしかったんですけども、今回買った品はやはり違和感が残る品となってしまいましたね。まず吉芋塩花火、まあ、こっちは日持ちする分しっかり火が通ってしまってるタイプのけんぴですよね。まず塩ってついてるから、もうちょっとなんか味はっきりしてるのかなと思ったら、そうでもなかったっていうところがありますね。ちょっとぼんやりとした味になってしまってたかなっていうのと、とにかく硬い。いや、芋けんぴってそういうものだろうと思うかもしれないんですけども、やはりね、半生食感と言われる吉芋花火本体の方を食べてしまうと物足りなさを感じてしまうけんぴではありましたね。お年寄りなんか絶対に食べられないし、正則さんとかも無理ですよ。その芋けんぴにユニバーサルデザインを求めるなって話かもしれませんけどもね、ちょっと僕的にはこれはもう候補には入らないかな。絶対吉芋花火をもう一箱買った方がいい気がしますね。あと鬼まんじゅうですが、僕が想像してた鬼まんじゅうとちょっと違かったんですね。道明寺っぽくて、でお芋があまり目立たなかった。その道明寺のもちもちしたところにちょっとお芋が隠れてしまってる。普通だったらもうちょっとお芋がもうそれこそ鬼のようにゴツゴツ外にはみ出していて、でも食べたら、あ、芋だ芋だ芋だってなるのが想定外だったんで、ちょっとこの鬼まんじゅうは僕的には不完全燃焼になってしまったかなと思います。まあ僕的には吉芋花火だけでいいんじゃないかなとは思ってしまった今回のラインナップでございました。はい、ということでね、まあでも吉芋花火がとにかくすごすぎたっていうところはありますし、まあ、他の品もね、良さげなものはありましたし、そもそも大学芋を食べろって話かもしれませんけどもね。まあ、ちなみにこれを東京で味わうんだったら、浅草の浅草寺の裏の方にあります千葉屋さん紹介しましたけども、そこの切り上げが比較的これに近いかなと思いますけどもね。まあ、あっちは本当に大学芋なんでね、ごまとか入っちゃっていたりはするんですけども、もし東京で似たような味わいを楽しめた方はそちらに行ってみてはいかがでしょうか。はい、ということでね、1位と最下位が残りました。どちらも和菓子。1位がどっちであれ、皆さんできれば文句を言わないでください。まあ、僕の査定体制に対する文句はいろいろありますけどもね、もうその辺は仕方ないじゃないですか。一つの意見として本当に聞いてくださいね。じゃあ行きましょう。名古屋スイーツ第1位は、川口屋。
はい、ということで B ランクですが最下位となりましたのはスヤさんでございます。スヤさん、果たして何が良くなかったんでしょうか。じゃあ詳細をご覧ください。 JR 高島や赤福茶屋のちょうど反対側にありますね、スヤさんでございます。本店は岐阜県中津川にあるお店ですけども、同じ東海地方ということで名古屋の高島屋にも出店ですね。ここの名物は栗きんとんなんですけども、栗きんとんが出回るのは栗が旬となる秋だけですね。そうじゃない時には甘露煮を中心としたこういう品々が並びます。この右側には栗を使っていないスイーツも並んでおります。今回は栗の入ったきんつば、栗の甘露煮を寒天と砂糖で固めた栗こごり、甘納豆の豆が栗になったバージョン、オーソドックスな栗まんじゅう、そして今回唯一栗じゃない商品、くるみ餅ですね。中開けてみるとこんな感じになっております。美味しそうなお菓子ばかりでしたが、残念な点とは。はい、内訳ですね。いがぐりを表現してみたんです。まあ、白と黒でやってみて、まあ、白抜きでやってみようと思ったんですが、僕の指太すぎて結構潰れてしまいました。まあ、ギリギリ分けって読めるでしょうか、大丈夫でしょうか。金つばですね。金つばはやっぱさすがですよね。栗のえぐみをなんとかあんこと、あと金つばの絶妙な食感はあるんだけど薄いっていうと、角のなんかちょっとウニってした感じの良さとか、ね、そういうところやっぱ金つばのいいところですね。これは良かったかなと思います。栗まんじゅうはちょっとあんがしつこいかなとは思ってしまいましたね。でも栗のえぐみとかそういうのは解消されるし、栗の食感もねしっかりありますんで、栗まんじゅうに関しては、まあ、これ以上のものはないのかな。うん、バイバイインをかけて増やしたいってほどではなかったです。栗こごり、これは一番良くなくて、その栗のえぐみがダイレクトに出てしまう味なんですよね。それプラス寒天を砂糖で固めておりますんで、砂糖の甘さがダイレクトに来てしまう。ダイレクトな砂糖の甘さってなんか虫歯になるんじゃないかっていうくらいの恐ろしい甘さなんですよね。なんかこの罪悪感たっぷりの甘さと栗のえぐみっていうところで非常に違和感を感じたし、まあ、いくら切れ目が入ってるからといってこの切れ目に沿って切ろうと思っても切りづらいし、だからシェアをして食べるのにもあまり向いてないタイプ、ちょっと僕的にはハマりませんでしたね。で、栗納豆、これももろに栗のえぐみが来るやつですからね。もう思いっきり栗だもん。これも周りの砂糖によって甘さめったんめったんって感じになっちゃって、それもちょっと気に食わなかったかなと思います。で、唯一栗系じゃないくるみ餅ですね。で、なんかチューイングガムみたいな感じってほどではないんですけども、まあ、結構もちもちしておりまして、ただしもうちょっとくるみを入れてほしいなと。くるみの香りとかはあるんですけども、くるみの量が少なすぎて、その結果チューイングガムみたいな感じに思ってしまうんですよね。くるみの量を増やすだけでだいぶこれは変わるんじゃないかなと思います。まあ、ということでね、ちょっと栗の甘露煮という難しい材料をうまく使いこなせなかった感じではあるんですが、栗のハイシーズンは9月からなんですよね。ということは今度は中津川の本店に行って、ちゃんと栗きんとんを食べる。栗きんとんが出るのは9月からなんでね、そっちの方を今度は楽しみにしたいと思います。そして1位は川口屋さん、おめでとうございます。その川口屋さんがありますのは栄駅の近くでございます。サンシャイン栄の方からスタート。昨日のうどん100名店企画、うどん錦さんの道順と途中まで全く同じです。うどん錦さんのちょっと先行ったところに今回のお店がありますね。ちなみに夜は歌舞伎町みたいといったこのエリアなんですけども、お昼も気をつけてください。鳩の糞がめちゃくちゃ怒ってます。ちょっと新しいビルの先に由緒ある川口屋さんが現れました。そんなに混むお店ではありませんが、商品の取り置きを頼む人は結構多かったりします。中にちょっと座るところもありますので、放送してもらってる間座って待っていましょう。商品はざっとこんな感じ。生菓子については、粒あんかこしあんか、外側のベースはどんなものかとかちゃんと説明してくれるので安心してください。メタモンみたいな色合いの商品が登場しました。外側のこれウイローなんですね。名古屋らしいウイローの生菓子。一方こちらは道明寺で作られたお菓子ですね。
わらび餅は中にあんこが入っているタイプ、こしあん、つぶあん選ぶことができます。でも、つぶあんとこしあん1個ずつ頼んだら、どっちがどうって区別する方法はあるんですかね。こちらは焼き菓子の青い餅。餅とはついておりますが、もちっとした食感ではありません。最後に水羊羹。これだけ家に帰ったら冷蔵庫に入れてくださいって商品でございます。73点という異例の高評価、そのポイントとは？まあ、こんな感じで高得点並んでおります。まあ、焼き菓子だけちょっと、焼き菓子ってお饅頭みたいなやつですね。まあ、あれはちょっとごまとか入ってるのは面白いかなと思ったけど、全体的にはちょっと普通の味わいだったので、特筆するところがなかったので、こういう感じの点数にはなっておりますけどもね。他は結構良かったです。例えばわらび餅、あんこが入ってるタイプで、この前一幸庵さんでは大酷評をしてしまった品でございますが、こちらはね、あんこがそこまで主張が強くないタイプですので、わらび餅のプルプルさっていうところもしっかり感じられるものでございますし、冷やさなくていいっていうのがね、結構お手軽でいいですよね。で、こしあんとつぶあん選べます。こしあんとつぶあんはやけにうるさい人が多いんでね、そのどちらにも対応できるっていうところも素晴らしいなと思う。で、水羊羹のあまり良くないところって、あんこがギシギシしてしまう。このギシギシっていう歯触りがものすごく違和感なんですよね。今回そのギシギシしてなかったのが良かったですね。本当の本当につるっとした食感の水羊羹っていうのは実現できていたかなと思いますしね。で、もちろん小豆とかあんこの風味っていうのもしっかりありました。で、生菓子のね、出来が本当に良かったです。まあ、まず道明寺ですね。まあ、道明寺って言っちゃえば米みたいなものじゃないですか。咀嚼するのが楽しいお菓子でございましたし。で、生菓子になると、あんこっていうのもしっかりした味わいになりましてね、良かったかなと思います。で、ウイローです。これが一番良かった。これもね、心地よいあんこに加えて、ウイローの生地ですよね。このウイローの生地の絶妙な厚さ。ウイローをさ、生菓子にするなんて、名古屋以外ではあんまり考えられないでしょ。ね、こういう珍しいお菓子は大事にしていきたいなと思いますし、ね、ウイローの生菓子って本当に面白いなと思いましたね。っていう風に、今特にやっぱ生菓子の技術に光るところを結構見出しましたので、次行ったら、もしかしたら、和菓子史上初めてネクストステージ昇格者が現れるんじゃないかってくらいね、このお店はなかなか良かったかなと思います。他にもね、おせんべい系、まあおせんべいってかあられですね。あられもちょっと気になりますね。まあ今度はもっと生菓子もいっぱい買って、大満喫してみたいなと思える和菓子屋さんでした。SKE 劇場に用のある方、ぜひ近くですので寄ってみてはいかがでしょうか。あと昨日紹介したカレーうどん行く方もよかったら行ってみてください。いやー、素晴らしい上生菓子でしたね。こんなにベタ褒めしてる先生見たことないですよ。和菓子史上ナンバーワンってくらいベタ褒めしておりましたね。ということで、全6件見てまいりましたけども、いかがだったでしょうか。まあ、とにかくね、和菓子に偏りすぎたところはあるかもしれませんが、名古屋のスイーツは正直言ってまだまだ残っておりますからね。今度はケーキ屋さん中心に行って、でもケーキって一気に食べられないんだよね。できれば泊まって楽しみたいところでもあるんですけども、僕は名古屋であれば日帰り旅にこだわっておりますんでね、もう少し長いお付き合いになるかもしれませんが、皆さんぜひよろしくお願いします。まあ、食べログ100名店、高級なお店もありますし、全国版もどんどんやっていきたいと思いますんでね、そのためには皆さんのお力添えが必要でございます。この動画良かったよって方、他のやつも見てみたいよって方、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画で会いましょう。金曜日はシェイ柴田さんのネクストステージ査定です。そちらもご覧ください。バイバイ。